タクシートーンズです。寒い中ようこそお越しくださいました。ね、凍えそうな寒さでしたけど大丈夫でしたかね。私ちょっと南の方に住んでるんですけど、今日朝向かう時に雪降ってて、雪なのと思ってこれ車行けるかななんてちょっと心配したんですけど、こっち来て晴れててよかったなと、晴れてね皆さん来れるからいいなと思ってたんですけれども、はい、改めてサクシートーンズなんですけども、見ての通りサックスだけでやっているバンドになります。多分ねちょっと珍しいかなと思うんですけど、普通だとねなんかいろんな楽器があって、トロンボーンがあって、トランペットがあって、ギターとかベースがあってって感じなんですけど、この独特な音色で楽しんでいただけるかなと思います。ちょっとね楽器の説明を皆さん楽器知ってます？見たことあります？知ってるよっていう方どれぐらいいます？ここに並んでる楽器全部言えるよっていう人います？クイズにしようかな、今流行りのクイズにしようかな。はい、今ここに私が持ってるのがソプラノサックスって高い楽器になります。今日はちょっとだけクラリネットも登場しますが、クラリネットが入ります。吹きますか？吹きます、私の代わりに吹いてもらいましょうかね。はい、です。で、それにね少し低い楽器、アルトサックスですね。アルトサックス見たことがある楽器が多いかなと思います。でね、ひときわかっこいいテナーサックス2人、ダンディーなお二人は黒っぽいんですかね、あんまりねこの楽器こういう色の見ないかもしれません。見たことあるっていう方もいるんですけど、テナーサックスですね。よくね歌謡曲なんかでよく聞く音色かなと思います。そして一番下ベースのね担当しているバリトンサックスになります。低い音ですね。これ持つの大変なんです。私持てないからこうやって吹いてた覚えがあるんですけど、そういった楽器で今日はお届けしようかなと思うので、ちょっとねなんか普段とはあまり聞き慣れないオーケストラなので、ぜひ楽しんで帰っていただけたらなと思います。それでは続いての曲は歌謡曲メドレーで、作詞トーンズは2曲ありまして、1と2があります。その中の2をやりたいと思います。1曲目は恋の風化っていうのと、恋の季節っていう曲ですね。それと、君といつまでもっていうのと、真っ赤な太陽っていうこの曲でお送りしたいと思います。それではいきたいと思います。昭和歌謡曲メドレー2。
歌謡メドレー2をお届けいたしました。すいません、ちょっと楽器を持ち帰りますけれども、昨日の晩ちょっと雨降ったり雪降ったりしたかったところもあったかと思うんですが、お月様見られた方いらっしゃいますか？はい、はい、はい、見てくれた、綺麗だった、綺麗だったかなすごい子供さんが返事してくれたら嬉しいで、ね、今日満月になるんですけど、ちょうど今2時頃に満月を迎えます。なので今日の夜も晴れてたら綺麗に見えるかなとね、冬のお空は綺麗に見えるのであれなんですけれども、そのね、月のムーンライトセレナーデという曲をお届けしたいなと思うんですけども、ちょっとクラリネットをフューチャーした曲になっていて、グレン・ミラー楽団ね、吹いて有名になった曲とも言われている曲をお届けしたいと思います。あっという間に
ワンステージが終わろうとしておりますが、思ったより早く終わりそうな感じが気配がして、今回クイズ大会かビンゴ大会かなんかしましょうかね。なんかプレゼントするもの何も、あ、そこの人形あるから持ち帰ってもらうかな、なんて思ったりしておりますけれども、次の曲なんですけど、It's the only single、スイングしなきゃ意味ないね、意味ないというタイトルもあるんですけれども、この曲なんですけども、A 列車で行こうって言ってます。タタタタラーとですね。あれとかとね、並ぶ、デュークエンソン、リエントン、合ってます？エリントン、はい、すみません、全員突っ込んでもらいました。ありがとうございます。書いてるんですけどね。デュークエリントンです、ね。エリントン、そうね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、楽団の代表作で、私、実はこれを MC をね、するって考えてから、初めて知ったんです。あ、そんな楽団あったんだ、みたいな感じで知ったんですけど、だから絶対噛むなと思ったんですけど、突っ込んでいただいてありがとうございます。っていう楽団がありまして、それでね、有名になった曲の代表曲とも言われています。でね、今回のこの、曲の見どころなんですけど、なんといってもアドリブです。プレッシャーをかけておきたいと思います。アルト、ここのお二人がアドリブをしてくれます。まあアドリブってね、まあ、ジャズを見に行ったことがあったりとか、ジャズをしたことがあるという方いらっしゃる、ジャズをしたことがあるというのは変ですけど、なんか聞いたことあります？ジャズを見に行ったことが、生で見に行ったことあるよっていう方いらっしゃらない？だいぶシーンですこの曲なんですけど、まあ、大体ワンコーラスっていって32小節それぞれにテーマっていうのが決まっていまして、そのテーマを元があってメロディーがあって、そこからいろんなアドリブ、いろんなアレンジ、そのコード感、いろんなアレンジをしながらやっていくっていう、まあ言ったら私の中ではジャズはコミュニケーションをしてるわけですかね。なのでいろんな楽器、アルトだったりとかギターだったりとか、まあ、歌の人だったりとかがそれぞれをスキャットやったりだとかしながらこうやっていくっていうのがジャズの見どころで、このシーズンになってくるとアドリブの中に、今回は多分しないと思いますけど、クリスマスソングの曲をね、チャッチャッチャラチャッチャッチャ、あ、なんかクリスマス曲やってくれるなとか、たまに演歌をやってくれたりとか、すごいコード感をして楽しませてくれるっていうのが、まあ、そのジャズの見どころかなと思っていて、今回のその It's the Only Single っていう曲はメロディー自体はそんなに難しくはないんですけど、それをアドリブをしながらいろいろやっていくっていう、まあ決めて今回でメンバーもいますし、その場でアレンジをする方もいらっしゃると思うので、それが見どころなので、ぜひソロが終わったら大きな拍手をぜひしていただけたら嬉しいなと思います。っていうプレッシャーをかけたらいけないと思いますが、このね、前のお二人のアルとサックス2人がやってくれます。それではスイングしなきゃ意味ない、It's the Only Single、お願いします。
がとうございました。もう一度アドリブをしたお二人に大きな拍手をお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとね、これから、休憩をちょっと挟みまして、また2部を始めさせていただいておきたいと思いますので、2部はまた楽しんでいただければなと思います。ありがとうございました。また少しまた始まる時間、また何分ぐらい、15分後ぐらい、今26分なんで微妙な感じ、45分ぐらいにしましょうかね。そしたら45分ぐらいから開始したいと思いますので、よろしくご歓談の方お願いいたします。ありがとうございました。